あなたは死んだらどうなりますか？無になりますか？土に帰りますか？それとも生まれ変わりますか？神になりますか？仏になりますか？幽霊になりますか？あなたは死んだらどうなりますか？死後の世界については各宗教によって考え方は様々です。そんな中で今日は一つの考え方を取り上げたい。それは極楽浄土です。極楽浄土とは仏教浄土宗系の死後の世界であり、阿弥陀仏の浄土とされます。阿弥陀仏とは阿弥陀如来のことであり、大乗仏教の如来の一つです。如来とはブッダとなって悟りの最高位、仏の悟りを開いた人を指します。浄土とは大乗仏教において一切の煩悩や汚れを離れて、五濁や地獄、餓鬼、畜生の三悪種がなく、仏や菩薩が住む正常な風土のことです。今私たちが住んでいるこの世界は江戸と言い、煩悩に汚染されている衆生生き物が住んでいるとされ、浄土とは区別されています。この極楽浄土を小説するのは浄土三部経であり、その中でも仏説阿弥陀経に詳しく説かれています。浄土三部経によると、今は去ること実行の昔、阿弥陀仏は浄土をして西方十万億の仏道を過ぎた彼方に浄土を構えられた。現在でもこの極楽で人々のために説法をしているそうです。ちなみに浄土三部経とは大乗仏教の経である仏説無量寿経、仏説阿弥陀経、仏説観無量寿経の三経典を合わせた総称です。そんな極楽浄土ですが、私たちが死んだ後そこに行くためにはどうすればよいのでしょうか。それは口で南無阿弥陀仏と唱えるだけでいいとされています。南無阿弥陀仏とは阿弥陀仏への帰依を表明する定型句であり、私は阿弥陀仏へ帰依しますという意味です。帰依とは拠り所にするという意味です。浄土教の理解によると、阿弥陀仏は自らの名号を称える者を浄土に往生せしめると本願に近い、衆生の積むべき往生行、修行の功徳を全て変わって完成し、これを名号南無阿弥陀仏に納めて衆生にエコーしているとのこと。エコーとは自分自身の積み重ねた善根、功徳を相手に振り分けて与えることです。つまり人間が極楽浄土に行くためには相応の修行が必要ではあるが、阿弥陀仏が私たちに代わって修行を積んでくれたので、どうか私を救ってくださいと願うことで、その人は阿弥陀仏の力によって極楽浄土へ導かれるということです。人は南無阿弥陀仏を唱えるだけで救われるんだ。これが仏教の教えです。しかし私は皆さんに一つのことを申し上げたい。本当に人は南無阿弥陀仏と唱えるだけで救われるんでしょうか。いいえ、救われません。人がいくら口で南無阿弥陀仏と唱えたところで救いへとは導かれません。それはなぜか、修行によってでは人の罪を完全に取り除くことはできないからです。罪を解決できない限り人は
救いを得ることができません。ローマ人への手紙7章14節から25節。